どうもー、ふうじたです。はい、ということでね、今回紹介するナンバーはこちら、ドッカーンと来ましたね、スーパーマリオブラザーズ3。もうこれ何回もねやりまくってはおるのですが、まあここでね、このね3分5分動画でもね一応紹介したいかなと思う次第で、また来ましたけどもね。まあ結構綺麗な感じですよね。まあこちらのゲームね、1988年10月23日、僕が小学校5年ぐらいの頃に発売された、もちろんアクションゲームとなっております。プロデューサーはあの宮本茂さんですね。国内380万本以上売り上げ、ファミコンソフトの売り上げ第2位ということで、あのスーマリに続く第2位。まあ凄まじいですよね、この売り上げ具合ね。まあそしてね、2のようにね死ぬほど難しいとかでもなく、そしてさらに難しい面は P の羽とかでスキップできる。これもね、初心者とかまあ苦手な人にも優しいということでしたね。アイテムも多くなり、まあ例えば地蔵マリオとかいろんなマリオもできるようになりましたね。このゲームね、まあほぼほぼ初見プレイとかでも紹介しましたが、改めてここでもねちょっとね紹介したいかなと思って出した次第であります。まあそれではスーパーマリオブラザーズ3スタートです。これもいいですよね。これもまた1とも2とも USA とも違う感覚ですからね、ジャンプとかね。あ、やっぱふわっとする感じね。やっぱ1はやっぱ2に近いですよ。でこれはちょっとまた違う感じですよ、ふわっという感じだね。このメーターがあるからやっぱねふわっといきますよね。飛びますか。あ、しまった、間違えた、欲しかと思ったらキノコになりましたね。メーターに上がるごとにすごいジャンプ力とかも上がってくるんで加速がついてくるんですかね。あとまあ尻尾もでもダメージだし、ここもこれでも倒せるんで、できる。まあいろんな要素が加わってることは事実ですね。であのメーターが P まで行くと空が飛べると。でまあ時間を経つと戻ってくる。でこの P を踏むとコインがブロックになるみたいな、ブロックがコインみたいな、この上に行くことができると。ここは入れますよね、確かに。これコインになるとですね、時間です。で P をためしたまんなかった。基本的に今この羽だからこうなってるのもあるんですけど、ふわーっていう感じですよね、これね。1とか2に比べると。でさっきクリアの時に出たこれでも倒せると、キノコですが、キノコ、フラワー、スターを集めると2アップ、3アップ、5アップかな。これはゴールなんで、このこっからダッシュしてイージー行くとスタート。あ、またキノコになったうわーってなってるからいけないのかな。まあまあこのピンが一番加速がついてる状態と、これが絵合わせですね。このスロットみたいなやつですね。一回きりのチャンス、スターを狙います。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、うまいんじゃないですか、決まったんじゃないですか。これあ、ずれましたね。はい、このスーマリもね、1、2ほどではないんですけども、もう死ぬほどやったと言っても過言ではないんですよね。あのほぼほぼ初見プレイでもやりましたし、笛を使った、まあ、ワープを使ったプレイですが、学研さんのゲットナビでもやりましたし、またね笛を使わないプレイとかでももう少しね、ちょっとやっぱり思い出す感覚を思い出すまでやっぱ時間はかかると思うんで、それはねやっぱり人誰しもそうだと思うんですけどもね、まあちょっとね、まあ、勉強し直しつつ、まあ、最速プレイもやってみたいかななんて思ってる次第ですね。まあ、当時小5の時ね、同じくね親がいないお家があったんですよ。笠川くんって初めて出す名前なんですけども、その家でね、まあ、誰もいない一軒家でその笠川くんと二人ですごいやってたのを思い出しましたね。
まあなんでね、また思い出すという意味でもね、ワープを使わずとかもやってみたいななんて思っております。ふじふじ、この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ふじふじ。